新衛隊中佐時代のベルナー・オステンドルフ。ベルナー・オステンドルフは、ナチスドイツの武装親衛隊の将軍。最終階級は、新衛隊中将及び武装親衛隊中将。東プロイセンのケーニヒスベルク出身。1925年に、ドイツ陸軍の不評連隊に入隊。1934年3月1日には、ナチス党政権下で国秘裏に再建された空軍へ。 遺跡。さらに1935年10月1日には、新衛隊に入隊。バイエルン州、バーとト,トイルツの新衛隊士官学校に配属され、1936年から、同校の教官に任じられた。1937年5月1日に、国家社会主義ドイツ労働者等に入党。1938年8月には、SS 第4連隊、ベアフューラーの指揮官となる。 その後、1939年6月1日に、新衛隊少佐に昇進し、対空砲機関重部隊の指揮官となった。さらにその後、総工師団、ケンプフに配属され、1939年9月のポーランド侵攻に従軍した。1940年4月に、パウルハウサー指揮下の第 2SS 総工師団、ダスライヒに配属され、西部戦線に従軍。 一級鉄十字章と二級鉄十字章を除群した。1940年12月13日に新衛隊中佐に昇進した。その後もダスライヒに属してバルカン戦線や独ソ戦を転戦。スモレンスクでの戦闘後、1941年9月に騎士鉄十字章を受章した。1942年3月には新衛隊大佐に昇進。 1942年6月には、ドイツ十字賞金賞を受賞している。1942年7月にパウルハウサーの下に、SS 装甲軍団が創設されると、パウルハウサー軍団長の副官に任じられ、第3次ハリーコフ攻防戦に参加した。1943年4月20日、新衛隊上級大佐に昇進。1943年11月から第17。 SS 総甲的弾兵士団、ゲッツフォンベルリヒンゲンに配属され、1944年1月から6月15日にかけて、師団長となった。1944年4月20日には、新兵隊少将及び武装新兵隊少将に昇進。1944年6月からノルマンディー、上陸作戦を迎え撃つ作戦に参加したが、激しい負傷をした。 1944年11月1日から1945年2月10日にかけて再度ゲッツフォンベルリヒンゲン師団長となる。この間の1944年12月1日、新衛隊中将及び武装新衛隊中将に昇進し、軍集団ラインの参謀長ともなった。さらに1945年1月29日から1945年3月9日に、 かけて、第二 s s 装甲師団、ダスライヒの師団長となった。1945年3月9日、ハンガリーの聖ケシフェヘールワールで激しく負傷。この時の負傷がもとで5月1日、バートアウス勢の軍事病院において死去した。ユダ・ー、マーク・シー・バファン、SS ・コマンダーズ、アーミー、コープス、アンド・リビナネル・リーダーズ、ボリュームにあってブレン、PA、シファー・ミリタリー・ヒストリー。 1999, ありがとうございます。